とミシ、マホ、私たちはチゴです。はい、今日は私の毎日メイクをやっていきたいと思います。一応サムネにはモテメイクと書いてあるんですけど、全くそんなことないので私のただの毎日メイクなのでご了承ください。ちょっとすっぴんが全然違うので本当に恥ずかしいんですけど、恥ずかしいんですけど温かく見守ってください。それではレッツチェゴー。まずは化粧下地、デザンヌの皮脂してかり防止下地ピンクベージュをまず使っていきたいと思います。こう結構まんべんなく白くなりたいので塗っていきます。手でなじませて OK。キャンディードールブライドピュアベースモイストミントグリーンの化粧下地をもう一つ塗っていきます。これは私が赤みが結構あるのでそれを隠したいのでこういう感じで塗っていきます。これめっちゃ白くなるんですよ。途中経過はおかしいと思うんですけどは塗り終わりました。次、キスコントロールカラーベースメイクアップベース02番です。これでクマを消していきます。あとニキビ跡。はい、そしたらこれを手でポンポンポンってなじませていきます。気になるところが多すぎてほぼコンシーラーで隠してもらってます。これはもうなるべく叩く、手でポンポンなじませたらスポンジでもう少しトントンしていきます。トン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 ってします。続いてはファンデーションに行きます。ファンデーションはこちらです。ケイトシークレットスキンカバー0リキッド03番を使っていきます。もうね、このカバー力は神なんですよ。これすごい伸びるのでババババって伸ばして、もうこれカバー力マジやばいよ。続いてパウダーをやっていきます。このパフパフを使います。こういう感じでトン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 で首もね。パウダー終わりました。次はシェーディングをやっていきます。トゥークールフォースクールです。もうたくさん使っててちょっとこんなになってたんですけど、これをここら辺のやつをめちゃくちゃシェーディングしていきます。まずこのおでこの生え際、産毛のところ、この耳の後ろのところを影を作るためにここに入れる。鼻のところ、この目の方まで行くように影を作ります。この鼻にもちょんちょんちょんってちょっとやる。続いては大事な大事な眉毛に行きたいと思います。眉毛はビセのビセアイブロウパウダー BR3 番ピンクブラウンです。私は髪色がピンクなのでこの色を使っていきます。まずはこの細い方のブラシを取って茶色とピンクの間、私は本当見ての通り眉毛が超激に短いんです。なのでもう眉毛はちゃんと描いていきたいと思います。こっち側の眉毛から描いていきます。本当に付け足す感じで内側をそっとシュッシュッシュッって描いていきます。今回も同じようにこの眉毛が入っていない部分を付け足していきます。はい、次は薄いところの方のやつを太い方の筆で、ちょっと眉頭も意外と眉毛が生えてないのでこういう感じでササササってやっていきます。で、太く描きすぎたなと思ったら手でこうやって取っていつも調節してます。なんか眉毛って難しいよね。アイマスカラメイベリンのファッションブローカラードラママスカラバーガンディを使っていきます。これはただ塗るだけなんですけど、なんか眉マスカラってこう反対から塗るってよく聞くんですけど、なんか私そのやり方合わなくて、私は普通にもうこっちに毛並みと一緒に塗ってます。反対も同じように。はい、眉マスカラ終わりました。次は大事なお目目に入っていきます。ここからが重要です。キャンメイクアイシャドウベース超使ってるんですけど、ちょっと取ってアイシャドウの発色が良くなるように
イシャドウベースっていうものを塗っています。次、3CE のオーバーテイク。これは韓国のファンの方からいただきました。これちょっと垂れちゃったんですけど、ベースとしてこの色をちょっと塗ります。最初はこういう感じで、なんか目の縁を取っていく感じで、ちょっとオーバー目に、テイクオーバーだけにオーバー目に塗ってください。で、こんな感じで上を塗って、次、下は筆でやります。同じ色でこういう感じで、はい、下も同じように塗りましたら、クリオのプロアイパレット05番、ルーセッドローズ、ルーステッドローズを使って、この色を使います。指にとって、上の端っこ側をピンクにしたいので、殴られたみたいだけど、まあ今の段階はそういう感じです。めちゃめちゃ手でぼかす。はい、塗りました。したらまた同じ色で目の下の端っこピンクにしたいと思います。はい、こんな感じです。次はファンの子からもらったエチュードハウスプレイカラーアイズミニハーシーズオリジナル。もうここのシャドウがめっちゃ好きで、このキラキラ、これめっちゃキラキラになるんだよ。それを上にチャンチャンチャンって、アディクションのキラキラと同じような感じがする。最初もこれつけた時めっちゃびっくりした。やばーと思って塗り終わりました。見えないと思うんですけど、え、待って、最悪、ファンデーションついた。若干取れてないですけど、なんかちょっと物足りないなと思ったので、この部分をちょっとだけ、本当に目が小さいので、あと内側もなんかちょっとやるといいと何かで見たので、ちょっとだけこうやってもう外に外に広げていく感じ。そうしましたら、ちょっと口紅がブヌブヌしてきたので、ファンの方からもらったディオールアディクトリップマキシマイザーを塗っていきます。これね、これ普通やばいんだよ、色ついてるからさ、あれなんだけど、やり方合ってるかわかんないんですけど、シフレのアイライナーペンシル、もうアイライナーなんですけど、目の下のここにこうやってやる、こういう感じで、なんか目の下を縁取るみたいな、で手で動かすね、ちょっと違いわかるでしょ。次、アイライナー K パレットリアルラスティングアイライナーブラックを使っていきます。もうね、このアイライナーがめちゃくちゃ大事で、私にとって。で、私もともと一重だったんですけど、中学生の時につけまつげをたくさんつける機会があって、こういう感じで二重になりました。二重幅あるじゃん、二重幅のところを全部埋まらない程度に埋めて、こう伸ばす感じ。一旦下にアイラインを下げて、で伸ばして、端っこをちょっと太めに下に下げてあげる。こんな感じ、埋めていく、この隙間を。アイライン終わりました。キャンメイクのミックスアイブロウ06番の薄い方を取って、ちょっと隙間開けて、今度はここで、最後ここをチョン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 。私、鼻が本当に丸くて結構コンプレックスであるので、こうやってもうローズシャドウ終わったら、イニスリーのティンクグリッターなんとかホログラム、目の下に塗っていきます。目のここだけ塗りました。上にキラキラしたんですけど、もうちょっとなんか足りないなと思ったら、これトン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 ってやって、これね、めっちゃ可愛いんだよ、マジキラキラって感じ。したらもうね、マスカラ命なので、
がっつりエティセラッシュバージョンアップマスカラスタジオ使って上がってる間に、はい、両目マスカラスタジオ終わりました。さあ下もやっていきます。下のマスカラも終わりました。あ、もうこれを乾かして、乾かしてる間にいろいろやっちゃいます。キャンメイクのパウダーチークス PW41 もう超使ってきてない。クリオプリズムエアハイライター12番、フェアリーピンク、この目のここ反対もやる、眉毛の下、眉毛の上、目頭、目下、口の上、はい、ハイライト終わりました。ではマスカラを乾かした間に髪の毛をやっていきます。髪の毛のセットが終わったので最後マスカラをしていきたいと思います。普通にこういう風に上げて、マスカラはわらじプリペラのブラックカーラーロングラッシュです。ギザ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 こうやってギザ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 、もうコツメちゃんがドライヤーしてます。はい、マスカラを上塗ったので次下やっていきます。下も超バサバサにやります。下マスカラを塗るだけで結構顔変わると思うんですよね。だからちょっと大事に大事に。はい、下マスカラできました。私のやり方なんですけど、マスカラを乾かして乾いたタイミングで上げるっていうやり方をいつもやってます。これもファンの方からいただきましたディオールのリップグロウオイルです。最近唇はトゥルトゥル派なんです。これを塗ったら最後イヴ・サンローランのルージュ・ボルブでシャインナンバー45内側だけにポンポンポンってやって伸ばす。はい、唇はこんな感じ。そして本当に最後マスカラを上げます。あと上手にマスカラを上げられるようになりたい。はい、私の毎日メイク完成しました。私のメイクはこんな感じです。で結構変わるでしょスピンを犯すの恥ずかしかったんですけど、温かい目で見守っててください。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。以上チェコでした。バイバイ。はい、マホです。マホの毎日メイクはこんな感じでした。マホのすっぴん見てもみんな嫌いにならないでください。最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もお楽しみに。